バルセロナと、ジャパンムネジ、ジャパンムネジ、チーム名が激しい、ジャパンムネジ、クーラアフルアテナと、ユリクーラ、なんか女キャラしかいません。キムとビリーカーンとチョイボンキはどこ行ったんでしょうか。このゲーム、あ、1番がジャパンムネジのユリで、対するバルセロナ、イニエスタのアゲル、まずアップハーバレくぐってしゃがむが通らない、しゃがむが通らない、全部低い。ちょっとイニエスタちょっと空回り中。お、これはおーす、あー、これイニエスタじゃないじゃないですか。これヒューガ君の強引なドリブルなんですけど、これイニエスタじゃなくてヒューガ君の強引なドリブルなんですけど、大丈夫ですか。全然イニエスタじゃないですけど、ちょっと直線的ドリブルが過ぎますよ。で、出てきたのが、あ、たこ焼きさんのクーラーですね。あ、うまく釣ったが、ジャンプ攻撃当たんなくて、アンフルがやりたい放題になってきました。かぶせて、中段を当てて投げていく。アンフルがだいぶリードしてて、クーラー斜めし当てる、画面端持ってってコンボにはいけない、うまく逃げるが、あー、2択中段が当たる、また中段が当たって、なんだ、漏れか、ダブルアップ、あー、ちょっとたこ焼きが、たこ焼きのクーラーがやられてしまいました。3番がレオナアフル、ちょっと相性とかわかんないですけど、どうなんですかこれ。あ、これはいやー、なんと言えばいいんでしょう、これマチュアの AQ より減りますねぐらいしかコメントがないんで、決まったようで、あ、キャラ替えなしですね。対するバルセロナもキャラ替えなし。あー、まずユリアンフェルで、さっきと同じような感じでユリがリードして、何がオーなんでしょうか、もはや分かりません。なんかさっきと同じような感じでユリが頑張るんだけど、ユリが頑張ってるけど、アンフェルが力強い、あ、ユリも力強くなってきた。お、うまい感じで避けて、中段決めて、生きてる、ジャンプDムネジのユリが、連続で初戦落としてしまいましたね。たこ焼きのクーラー、どうなる、中段当てて、あー、コンボにはいけなかったか、エーパーだけは食らいたくない、この状況、あー、これはエーパーだけは食らいたくない、あー、入りました。でもこれ難しいですかね、このエーパー、これエーパー難しいですからね。ちょっとみんな、ハマーさんゼロニーム重視盛り上がってないっすよ、このエーパーで大丈夫ですか、もっと盛り上げるんじゃなかったんすか、エーパー決めても盛り上がってないっすよ。でもいいっす、やり込みの成果が出てるんで大丈夫です。さあ最後はイカ焼きのレオナ、避けて、ちょっとかぶって足払い、あ、ジャンプC当てて、次が、メッシ、
まあ、90分間フル出場したが何もできなかったメッシがどうなる。あ、暴走して荒らしに行きたいが強パンこする、ジャンプ通し見えないが、これはやってしまったか。あ、イカ焼きのような暴走のような粘れるか、メッシガンガード。どうする、宇宙の当たってモレでベイスラッ。どうする、やっぱりメッシは、メッシは何もできない運命なのこれ。ただあれジャンプにビービーとこして、さあ暴走レオナ頑張る。ここはどうする、ノーマル、ノーマルレオナベイスラー当たる、あるんじゃないかこれ、ワンチャンありそう、だいぶだいぶあるんじゃないのこれ、だいぶあるんじゃないのこれ。これで逆転、避けてサイコボール、さあどうする、アテナ、おお、テレポート見てから切る切る、イカ焼きのレオナ強え。なるほど、アンヘル、おお、キム、グーラ、なんか、え、このチームなんかアンヘルが一番なのかな。おお、またこれ、またアンヘル対ユリ、あ、二度あることは三度あるのか、三度目の正直か、どっち。これ倒せて、避ける、さあ、ムネジ、ムネジ三度目の正直なるか、ハマーがエーパか、どっち近寄る、ナイス、やってムネジ三度目の正直、二回負けたか、三回目はなかった。さあ、要塞1枚、要塞じゃない、シャビですね。あ、立ち見が出てる、なんかトラブルじゃないことを祈りますが、ちょっとシャビの、シャビのキムがかなり精細を欠いた動き、大丈夫でしょうか。さあ、押し込むのが、押し込むのがユリ、アッパー、ムネジワールド入ってきたか、ムネジワールド、あら、ムネジワールドが全開か、これは。あー、ジャンプに、ジャパンムネジ、ジャパンムネジ、王手をかけるジャパンムネジ。あ、残されたな、バルセロナ、メッシ、メッシ一人です。あー、ライオンキ当たってノリノリ、ジャパンムネジノリノリ、あー、発動からピンタ、まあ、ここはカード。さあ、どうする、メッシのクーラー、体力が少ない、さあ、逃げないよ、立ち逃げ止める、超アッパー取って、さあ、どうする、クーラーが取って、ここは当てるか、そっからどうやって逆転まで持っていくか、レッピン、さあ、裏回りしっかりして、勝利を決めるがまだ知らない、おー、ぶっ放した。